おはようございます。ライフサイエンス統合データベースセンターの川島といいます。よろしくお願いします。それでは、私はこのような、タイトルで、発表させていただきます。昨年度末から、NBDC から、公開を始めた RDF ポータルというサービスの紹介になります。でも一番最初にその本発表の結論を、述べたいと思うんですけども、NBDC と DBCLS では、昨日ご参加の方は、ご存知だと思いますけども、 RDF という形式で生命科学のデータを、構築するという活動に取り組んでいます。で、その中で NBDC の協力機関やそれ以外の日本の、研究機関の方が構築された RDF のデータを一括して閲覧できて利用できるサイトとして NBDC RDF ポータルというものを開発してきました。でここからはこの開発のに至る経緯から実際にここで何ができるというようなことに関してご説明したいと思います。でこれは私の個人的な考えなんですけども、RDF データ構築というのは、次世代のデータインフラの整備に当たるのではないかと思っています。で、だからインフラ、社会インフラというのは例えば道路とか橋とかそういった部分だと思うんですけども、まさにそのデータ情報技術の中でその RDF データというのがそのインフラのような役割をするこれからしていくのではないかと思っています。で、結構そのやっぱり RDF をやっていると、それで、どういう役に立つのかとか、実際それどういうものなのかっていうのはなかなかこうイメージしづらいところがあって、結構そのお答えするっていうのもなかなか難しいところがあるんですけども、それは例えばちょっと例えてみたんですけども、HTML をちょっと考えてみると、HTML っていうのはインターネットのウェブの基盤技術だと思います。で、1999年からHTML4.21 というものが使われていて、これもかなり長いこと使われていたわけですけども、2年ほど前に HTML5 という新しい規格が、リリースされて、今の、モダンブラウザーと言われるものは基本的にも、HTML5 を使っています。ただユーザーの方は、この変化には気づかないわけですね。 HTML5 に越しても同じブラウザーは最近自動更新とかされたりもしますので、いつも見ているインターネットがいつの間にか HTML5 化していると。なのでそのなかなかその後と前でのご利益は感じにくい。これがどうしてもインフラの宿命で、インフラは整備されてしまうと、水や空気のような存在になってしまうと。ですけどやっぱり HTML5 になってからいつの間にかビデオやサウンドが扱えたりですね、それから位置情報、GPS の位置情報なんかもブラウザで簡単に利用できるようになる。それから最近だとスマートフォンとかタブレットとかデバイスの種類がいろいろ増えてますけども、 HTML4.01 ではそれを一つの HTML でそれを賄うというのは無理でしたけども、そのことが一つの HTML でも賄えるようになったということで、確実に利便性はあったわけですね。それは多くの人にとってはそれはあまり興味がないということで俺なんか言うと気づいてくれないと。で、いつもなかなかこう厳しい質問をされるんですけども、ちょっとめげずに頑張りたいなと思っています。やっぱりどうしても皆さんその道路に、舗装道路に興味ある人はいないわけですね。車に興味があって、もしくは車でどこに行けるのかとか、車を使ってどういう商売ができるのかっていうことが当然のことです。ほとんどの人の興味があるんです。頑張ってその RDF の、インフラとしての良さをちょっと今から説明したいと思いますけども、生命科学データを利活用する際の問題点って、ここはそこご専門の方がすごい多いと思うんですけども、まず他の科学分野に比しても、目的ですとか研究の目的対象とかデータの種類とか、その解釈とかが非常に多様なわけですね。で、ここのコミュニティの問題最たるものは、まず無数のデータベースがあると、もう何万とも言われているようなデータベースがあると。でかつそれぞれのデータベースは特定のことにフォーカスした内容ですので、本来はそれが自由に統合できると
新しい発想が生まれたり新しい研究につながるんですけども、まあ、その統合して扱うということが、なかなか今しづらい状況になってますね。かつその基本的に今のインターネットのウェブページは人間が見て解釈するものですので、それが、どのように、アノテーションされたのかとかどのような、由来を持っているのかとかっていうことは人間だと実はかなり多くの情報を人間がそこに、補正を入れて見ているので、まあ、分かるんですけどもそのせいで、まあ、機械的に扱うってことができない何万膨大なビッグデータを本来なら自動処理したいところが、それができなくなっている。それからこれも、バイオインフォマティクスやってる人は特によく分かると思うんですけどもデータのフォーマットはデータベースごとに全く違います。ものすごい種類あります。それはもちろんリレーショナルデータベース製品ごとの問題もありますし、フラットファイルと言われるもの XML、タブ切りファイル、Excel ファイルもう無数にあります。でそれぞれが別々になっているという問題もあります。でそこでまた使われている用語とか概念も研究分野によって同じ言葉が違う意味で使われていたり、いうことは普通にありますね。あと、はい、であとそのこれも人間が保管している部分ですけどもそのデータは実は、まあ、そのデータがそこにあるべき文脈ですとかがあるんですけどもそこはあまり記述されていないと。そこで、まあ、我々が長年考えてきていることはそのセマンティックウェブ技術を利用するということでこのかなりの部分は、吸収できるのではないかというふうに考えていてこの RDF 推進ということを、やっているわけです。でこのセマンティックウェブ技術なんですけどもこれをちょっと、説明する時間はありませんが、基本的に人間が今まで見るためのインターネットでしたけどもそれを機械、コンピューターが見るための、データに変えていこうコンピューターが利用するウェブに変えていこうというのがこのセマンティックウェブという、まあ、考え方です。でいろんな既存技術を、集めてこれを実現しようということになっているんですけども、特にまあよく昨日の中でも昨日のご発表の中でも、何度も言及されていたと思いますけども RDF とか AUL それから Sparkle というものが特に、重要な、技術仕様として、位置づけられています。でこれまで RDF というのが情報記述するところですね。で AUL というのは、オントロジーを記述する言語になります。これは今日は、触れません。それからあと Sparkle というそのリレーショナルデータベースでいうところの SQL のような問い合わせ言語があるんですけどもこの、RDF への問い合わせ言語スパークルというものがあって、こういった技術が特に、まあ、コア、として、位置づけられています。でその RDF の分かりにくさというのは、まあ、ここにも出てきたんですけども基本的にはコンピューターが自動で処理できるようになるということを念頭に置いているので当然人間にとってはそれは読みづらいものになってしまうわけです。 ではそのRDF は別に生命科学のための技術ではありませんけども、生命科学のデータ統合に RDF を利用する利点というのはいろいろあります。で、いくつかここに重要だと思われるものをピックアップしたんですけども、まず、先ほどお話したようなそのフォーマットがバラバラなものが RDF をみんなが使えば共通になる。まあ、これの利点はすごい分かりやすい。あとデータの意味が明確になるということで、これも実はこれまでのデータベースというのは計算機に意味が理解できるような技術はされてなかったんですけどわけです。したがってそのデータ統合するときには必ずやはり人間がサポートをしていてその都度統合のために何かの、作業をしていた。ただそういうことを、著しく減らすことができるようになるはずです。あとこれはあのワールドワイドウェブコンソーシアムが、標準規格として、公開しているものなのでまあ計算機の技術は、しばしば例えばそのどこかの企業が協力に推している場合です、まあ、人気のあるオープンソフトウェアなんかもが、広く使われているということがあるんですけどもそういったものでもなくて、標準規格があるので、まあ、そういうどこかの、ステークホルダーの意向に採用されるということは少ないであろうというふうに考えています。またその国際的に利用されているということで国際的な連携もやりやすいですしあと生命科学以外の分野ですね他の、まあ例えば環境の、まあ、環境も生命に関係ありますけど環境の情報ですとか地球科学ですとか、いろいろな
分野でもこの利用が始まっているということで、幅広い学際的な統合利用にも将来はつながるのではないかということを考えています。で、方法との共通化っていうところですが、バイオインフォメーションの方はよくわかると思うんですけど、研究してる時間のかなりの時間はデータを取ってきて、それを整形して、そのなんかスクリプトでパーズワーを書いたり、それから ID の対応付けをしたりというところにかなりの時間を使っていると思うんですけども、そういうことをしなくてよくなります。あと、この RDIF というのはグラフ構造をしていますので、そのデータスキーマの変更に強いという利点があります。で、生命科学っていうのは進歩が、新しい発見が毎日のように起こっている分野ですので、何かこう新しい情報を付け加えたいというときに、もしリレーショナルデータベースでスキーマ変更が発生するようなデータの追加っていうのはものすごくコストが高くなります。外注にそういうのをお願いしたことがある方は分かると思いますけど、かなり大きな金額を請求されたりすることがありますけども、そういうこと一切ないです。 RDF はそれまで運用してたものに、新しいトリプルを足すだけでそれが行います。でもう一つ、そのデータがの意味が明示化されるという利点があるんですけども、それはその RDF は URI を利用するからなんですね。で、 URI っていうのは、インターネットでブラウザーでこう入力する HTTP で始まる文字列ですね、あそこのアドレスと言われるものですけども、世界のアメリカで特定のこのアドレスをアメリカで閲覧しても日本で閲覧しても全く同じ情報が閲覧できるわけですね。これがそのグローバルという意味です。ですので、異なる組織で、まあ、一般的に独立してデータを作ってるわけですけども、グローバルの ID の場合にそこで、たまたま同じものになったりすることがないので、まず矛盾が起きにくいですね。で、相手が使っているデータ URI を使うということで、それ自動的にリンク統合利用も、行うことができるということになります。また RDIF というのはその構造をご存知だと思いますけども、主語、述語、目的語、それが URI のリンクで表現されているので、その最小単位の一つの主語、述語、目的語があれば、いつでもそのどの文脈から来たかということに戻れるわけですね。 URI のつながりが最小単位ですので、普通のデータベースから一つ何か情報を抜き取ってきてその文字列だけになると、もはやそれが何だったのか分からない、それだけでは分からないんですけども、 URI のリンクであるということでインターネットの世界に戻せば、それが何だったのかっていうのが常に、明確に表現できるというような利点があります。で、まあ、これはちょっと専門的になりますけども、そのセマンティックレベル技術がいろんな仕様でできています。で、それの関係性をレイヤーケーキという形で書いてますけども、昨日いろいろライトニングトークなんかで、発表されていた、MVDC、DBCLS で、作成しているいろんな技術がそのレイヤーケーキのどこに対応しているのかというのを、図示したんですけども、その RDF ポータルに登録されている RDF というのはまさにこの一番下の部分ですね、 URI の一つ上にある、インフラの部分になります。で、最後にその利点の最後として、その生命科学データベースの、まあ、ちょっと短いヒストリーをここにサマリーしましたけども、まあ、2001年ぐらいからセマンティックウェブが、ティム・バーナーズ・リーさんによって提唱されたわけですけども、その後、まあ、ユニプロット、それから、まあ、国内では PDBJ が早くに RDF 化に対応してくださっています。で、2014年にはその EBI がかなり主要なデータベースを次々 RDF 化したと。で、2015年、去年にはアンサンブルとかで、我々はこの RDF ポータルを開始しましたし、今年はもうすでに DDBJ の電子データが RDF 化されているので、もうすぐ利用可能になると思われます。で、ここまでが、技術仕様ですね。RDF はインフラとしていい性質を持っているという技術仕様の話だったんですけども、もう一つ大事なことがあると思っていまして、コミュニティですね。技術仕様とコミュニティというのは、そういうデータインフラを整備するための車の両輪みたいなものだと思っています。で、それはなぜかというと、インターネットの情報技術の仕様というのは、それを、どういうふうに使うかというところの、やっぱり、すり合わせがないとうまくいかないんですね。まあ、紳士協定みたいなところもありますので、そこをコミュニティがきっちりしていることで、お互いに、統合しやすいデータを作っていけると。そのために我々毎月スパークルソンという、ハッカソンを開催しています。で、平成26年とかは、からはその統合化推進プログラムの方にも多く参加いただいていて、ここでその、まあ、意識共有ですとか、情報共有ですね、それから研究コラボレーションなんかも著しく進んでいます。
で、これまで、48回開催したんですけども、延べ参加人数で1000人以上の方に参加いただいてます。で、まあ、ユニークな参加者数で124名の方で、所属期間でも42の、期間の方に参加いただいてます。で、ここがやっぱ RDF ポータルの開発に大きな影響があったと考えています。で、ここの活動の中で、その良い RDF を作るために、ガイドラインを作ろうということになりまして、 DBCLS を中心に、その、まあ、RDF を初めて作る方にも、これを参照していただくことで、いい RDF 化ができるようなガイドラインというのを提案してきました。で、ここまででその RDF の良さを語ったんですけども、で、そのコミュニティの中でいろんな意見が出てきました。で、まずその、皆さんいろいろ RDF をいろんなところで作られてるということは、なんとなく中にいたら分かるんですけども、結局それがどこにあるのかっていうのはすごい見つけづらい状況でした。一覧できてるといい。それからやっぱり RDF というのは機械が見るための技術だったので、どうもとっつきが悪いと、もう少し情報が欲しいとかですね、あとどうしてもそのエンドポイント、トリプルストアと言われる、RDF を使うためのデータベースソフトにインストールしないと検索できないんですけども、それを最初から試してみるときに準備するのはちょっと敷居が高い、それも準備してほしいと、まあ、こういった、まあ、いろんな声に対応するために RDF ポータルというのを作るということに至りました。で、今の主に3つの、リクエストを、に応えられるようなサービスとしてこれを立ち上げたんですけども、1つの大きな特徴としては、先ほどご説明したガイドラインに準拠しているかどうかっていうのをレビューしたものだけをここに登録していますので、比較的、共通語彙が使われていた統合しやすい形の RDF だけがここに入っています。で、まず一覧したいという要望に対しては、このように、まあ、いろんな、登録順などで、一覧できるような仕組みを準備しています。それからそれぞれのエントリーに対して、ちょっとこう長いのでちっちゃくなっていますけども、さまざまな情報を付加しています。で、一番上のセクションには、そのデータセットのメタデータですね、その RDF を誰が作ったのか、バージョン情報とか、どういうライセンスなのかとか、あと実際にその RDF をダウンロードするのもここからできます。それから、この RDF のデータセットが外のデータにどれぐらいつながっているのかという統計情報がその下に記述されています。で、その下には、この RDF 上、この特定の RDF の中でどれぐらいの、まあ、トリプルがあるのかとか、主語、述語、目的語それぞれの数とかですね、どういうオントロジーがいくつずつ使われているかというような統計情報が、まとめてあるので、全く初めて使うときにここを見ることで、大まかなその RDF の情報をつかむことができます。で、その下に、そのやっぱり機械が読むためのフォーマットなので、やっぱり把握しづらいということで、人間が見ても分かるようなスキマ図を必ずつけるようにしています。まあ、これを見ながら、データを見ることで、問い合わせを書くときなんかにも非常にまあ助けになると思います。で、最後にその、まあ、スパークルをここからかけることができるんですけども、やっぱりまだ、スパークル慣れている方はその多くないと思いますので、サンプルの問い合わせ文をつけています。で、このサンプルはボタンを押すだけで自動的に実行して結果を返すということができますので、まず何、どういうものかっていうことが確認できますし、このサンプル自体をここでいじることができるので、例えば自分の興味のある ID に入れ替えてみて、もう一回実行してみるというようなこともできるようになっています。で、これは、その今登録されている、データセットの統計情報なども閲覧できるようになっています。まあ、詳細には立ち入りませんけども、統合推進、まあ、微生物統合、それから動作の統合、それから PDB の、グループなどから、データをいただいています。それ以外にも他の、DBCLS、NBBC、それからそれ以外の日本の研究グループからもさまざまなデータをいただいております。で、まあ、これがデータ、登録の流れなんですけども、データをサブミットされた方は一度 NBBC、DBCLS でレビューを受けた後に、まあ、もう一度、修正を依頼することなどもありまして、それを経た後で登録されたものが公開されて、ユーザーに提供されるというような形になっています。まあ、以上まとめになりますけども、セマンティックウェブ技術でデータ統合しているということ、それから RDF は生命科学データを統合するわけで、上でさまざまな利点があると。で、まあ、RDF ポータルを公開して、現在で15セット
15のデータセットが公開されていて、トリプル数で、100億を超えるような規模のものになっております。まあ、謝辞を述べたい方が1000人以上いますので、ちょっとまとめて書かせていただきました。でちょっとお知らせなんですけども、7日にあるで講習会があって満席にもなったんですけども、部屋を倍増していただいたので、もしご興味がある方はまた主催者側に問い合わせいただければ参加できるかと思われます。どうもありがとうございました。